夜直しにわかクラブ。スタジオには博多にわか振興会相談役、四季蘭梅さんです。四季蘭梅です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。先週はひとしさんが音声でにわかをご披露して、そうですね、高得点だったと思うんですけど、そうですね、もうオチがなんだか2人とも思い出せないんです。そうですね、なんか私もあんまり記憶がない。妖精やと困る。ああ、なんかそんなんでしたね。もう現場に入って夜中に作ったにわかなんですよ。高得点だったですよね。そうですね。8.5。はい。なんかちょっと安心、なんか楽になった気持ち。気持ちがね。よかった。さあ、今日は文雄さん頑張ってくださいね。はい。さあ、今日のお題はこちら。安倍元総理の国葬費用16億6000万円の見込み。これがまたこれで終わればいいけど、もっとかかるんでしょきっと。20億ぐらいかかるじゃないですかね。ねえ、で大半の人が反対しているこの国葬を、ね、もう行うんですもんね。そうですね、もう閣議決定してるからもうどんどん進んでますもんね。そうよね、覆らないのよね。もう菅元総理がもう友人代表のご挨拶と、そうなのよ。どんどん進行してますよね。そうだね。さあ、そんな中文雄さん、はい、安倍元総理の国葬費用16億6000万円の見込みで博多にわかをどうぞ。菅さんな、もし今度の安倍さんの国葬で弔辞ば呼んでもらえんかね。岸田さん任せんしゃい。あたきゃ誰よりも安倍さんと親しかったけん、友人代表で弔辞ば読みましょう。国葬の総額は16億6000万円ばってん。あたきはギャラはいらんけん。それ以上に一銭も経費は膨らみませんけん、心配ばせんでよか。さすが先輩の菅さん、心強か。久しぶりに生き生きしとうように見えるばってん。そげん弔辞にやりがいを感じられるとですか。岸田さん、あたきゃ総理ば辞めて、久しぶりの表舞台で世界中から注目ば浴びるとやけん、自分にもまた運が回ってきたような気がするったい。菅さん、なしてそげん思うとな。国葬で弔辞ば読むとやけん、追悼。今なんか鳴りが良かったですね。でしょ。あら、追悼。今週はね、これは好きなんだって。動詞と名詞のうちですね。さあ、じゃあ採点お願いいたします。はい、ね、心で追悼するということね。そうですね、はい。風刺4点満点中4点ですね。そうだろう。構成3点満点中2点ですね。あら、落ち3点満点中2点ですね。あら、合計は10点満点中8点ですね。これ風刺4点もありますか？あるよね。風刺は良かったですね。うん、あたきはギャラいらんけん、それ以上に一銭も経費は膨らみませんっていうところが、うんうん、これはちょっと結構風刺が効いてますね。あら、構成なんかいつもよりちょっと、構成はですね、流れはすごくいいんですよね。うん、スッと入ってくるんですけど、ただ追悼っていうところがやっぱりちょっとどっか悲しみがないといけないんですよね。そこで悲しみがでちょっとなんか菅さんがはしゃぎ回っとるような様子で、そこはちょっと風刺聞かせたつもりなんですけど、それもちょっと感じたんですけどね。悲しみがないとダメか、悲しみやっぱりそのそう、ね、言葉で言うとやっぱり悲しみがないと追悼にならない。哀愁がないとね。そうですね。あなたはもういろんなものを手にして出てらっしゃいます、まあ、見かけも綺麗ですけどやっぱ哀愁がないんですよ。あ、そうすか。優しさもないかも。よう分かっとるやん。はい、そしてオチは3点でもいいと思いましたけど、オチがですね、うん、ちょっとまあ、先ほど言いましたように動詞と名詞なんですけども、はい、ちょっとやっぱり追悼っていうところの言葉がちょっとやっぱり悲しみがどうしてもやっぱ悲しみか、憂い哀愁が足りないんですよ。やっぱ亡くなってるからね、やっぱ卒業だね、だからちょっとやっぱり亡くなった人の葬儀ですから、ちょっとやっぱりあんまりこうはしゃぎ回るっていう追悼っていうところのオチは、追悼っていうのはね、だから構成なんかもできたら、まあ、葬儀に行ったら安倍元首相が出てきてから
今晩一晩付き合えて菅さんに言いなる場合、うん、その時は菅さんなんて言いなるやるか、うん、その時は追悼って言いなるとかですね。あ、こんなそっちね、ラッキーのついてるっていうよりも、その霊がついてるっていう、そうですね、さすが師匠これ私も10点かと思って今日臨んだんだけど、もうあなたにこんなこと言うなんですけどね、この受講態度に可愛げがないです師匠という割には。いやー、さすが追悼ってね、霊が追悼って言わんといかんかった、はい、さあそれでは四季さん、お手本に枠お願いします。はい、まあ岸田氏はどうかいな、常日頃はね、人の意見ば聞いて時間の経って決断しようになる。わてがくさ、今回の安倍元首相の国葬ば決めるとはくさ、ものすごい早かったじゃもんね。まあ だいたいね、事業ば計画するときはくさ、概算で多めに金額ば決めといてくさ、計画するもんばい。そればくさ、概算も決めんといてからくさ、閣議決定だけしとんなる。普通の会社やったらね、金額ば決めんやらありんことばい。なして概算だけでもすぐ出しなれんかったとかやな。そらね、そげん金額の提示やらしたらいかんっていう意見のあったとて、そげな言葉を言うしたくさ、どげな言い方はしなったとじゃろか。そら概算の金額ば出すことじゃけん、予算かって言うとんだろう。ああ、やめとけと、予算かっていうね。このオチはもう大好きなんですけど、これはにわか的にはどうなんですか。いいことよね、にわか的には まあまあじゃないですか。素晴らしいオチを。予算か。なるほどね。夜直しプロジェクト水曜日、夜直しにわかクラブ、スタジオは四季ランバイさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。HKT48 の柳瀬玲也です。RKB ラジオでお送りしているガールズパンチ HKT48 の桃地山ラジオ局ポッドキャストでもお楽しみいただけます。 Apple、Spotify、Amazon Music、Google ポッドキャストなどで桃地山ラジオ局と検索してフォローをお願いします。